茨城県道284号、豊岡沢停車場線日立中市工場、茨城県道284号、豊岡沢停車場線は、茨城県中郡東海村大と豊田から、日立中市、大技高場の東日本旅客鉄道常磐線、沢駅に至る県道である。1968年前進にあたる県道、荒谷沢停車場線が路線廃止となり、 これに代わる一般県道として中郡東海村大技と8日119の一番地先を起点とし勝田市大技沢沢停車場の終点まで至る区間を茨城県が県道路線認定した1995年に整理番号変更により現在の整理番号284となり現在に至る道路法の規定に基づき中郡東海村村松道馬は 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。起点の豊岡は、久慈川が近くにあり、辺りは田園である。土手を登り東海村有数の住宅地、村松地区に出る。ここから先、住宅地が多く、緑川下団地、南大団地等を通過し、新川という川から、 北中市となる。県道31号線と重複し、そのまま沢地区には入る。途中の沢駅前の商店街は、道幅が狭く大型車の走行は、注意が必要である。そして、沢駅方面に左折、終点沢駅前に至る。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ありがとうございます。